Hi, L girl! あゆみてるさです。今日はバッグの中身を紹介します。はい、これが私の毎日持ってるカバンです。これはバオバオ by 一世三宅のバックパックで、意外とすごい量が入るし、ポケットもすごいついてるから使いやすくて気に入ってます。さあ、中身紹介します。そしたらまずはお財布です。これマルニのお財布で、ちょっとちっちゃいカバンとか持つ日もあるから、ちっちゃいものをずっと探してて、この色がバイカラーなのとか、こうしっかりカードとかも入るし、お札とコインの場所が違うのもすごい気に入って、これはなんかモデルだけでご飯食べれるようになった時に自分へのご褒美で買ったんで、すごい大事にしてるお財布です。次は iPhone。もちろん携帯なくして外出れないのでiPhone を持ち歩いてます。ケースはケースティファイのものを使ってます。すごいこれどんなに落としても絶対携帯を守ってくれるっていうケースなんで、めっちゃ安心して何回でも落とせるっていうケースを使ってます。これも自分でカスタムして作りました。 AirPods、 音楽聴くのがすごい好きなんで、絶対歩いてる時とか電車の中とかは音楽聴いてます。これもケースティファイのケース使ってます。あとはちょっとあんま面白くないんですけど携帯のポータブルチャージャー、すごいやっぱり音楽聴いてたりとか、ちょっと仕事のメール返したり、YouTube のちょっと作業とかを携帯でパパってやっちゃったりする時とかもあって、すごい充電がなくなるのが早いんで、絶対こういうのを持ち歩いてます。化粧ポーチは、ベアミネラルズのコスメが入ってたものなんですけど、普段ちょっとレタッチ用の、コンシーラーだとかリップグロスとかいろいろ入れて持ち歩いてます。普段モデルの仕事の日とか事情によってね、もっと荷物がすごい多い日とかもあるんですけど、普段普通のお出かけだったらこんな感じかな。 Thank you for watching! チャンネル登録と動画のグッドボタン忘れず押してください。あと他のエルガールの YouTube も見てね。バイバイ。